いよいよ今日から後半戦、勝ち点6の価値のある6ポインターの舞台へと向かいます。2023明治安田生命 J1 リーグ第18節、京都サンガ FC 対横浜 FC の一戦です。まずは京都サンガ FC のスタートと予想フォーメーションです。今日のポイントとしてはどのあたりと見てますか？金子選手からの、縦パスでしたり、山崎選手、松田選手、高岡選手っていうこの三角形、そこの山崎選手の起点っていうのがチームの攻撃になると思うので、ここにも注目して見てみたいですね。はい、一方横浜 FC のスタートと予想フォーメーションです。この3バックに変えたことで、しっかりと守れる、若干5バック気味になってしまう時間帯というのがあるんですけれども、そこからのカウンターというところでは、有効活用できていると思いますので、そこをマルセロ・ヒアン選手がどれだけボールを収めて、そして推進力というところを見せてくれるかがゴールのポイントになってくるかなと感じます。マンマークディフェンスは強固。アイナー製のボール、枠を捉えることはできませんでした。最後吉野、そうですね、井上志選手からの、もうニアを狙ったところだと思うんですけども、しっかりと準備してきて、ここを狙おう、ストーンの後ろというところを狙っていたと思うので、山崎落として金子、というかターンはできませんでした。ただ切り替え早く、林にプレッシャーをかけます。奪い取った、豊川前を向いた、ただ林戻る、折り返してシュート、まだある、豊川だ、ブローダーセン、スーパーセーブ、オフサイドフラッグも上がっています。いやー、今の攻守いかがでしたか？いや、豊川選手素晴らしい突破しましたね。本当、ターンのところで少しトラップミスしてしまったんですけれども、相手に取られた後すぐ切り替えることでボール奪い返しましたし、そこからドリブルで侵入していく、そしてシュートまで行くところでは、オフサイドにはなってしまいましたけれども、準備と切り替えの速さというのが見受けられるプレーですよね。そうですね。上ミスになってバルセロヒアンダー、太田なんとかセーブ。いやー、今のマルセロヒアンのプレー、そして太田のセーブです。マルセロヒアンが奪い去って小川慶次郎、クロス上げる、ファーサイド林、落としたところ山下、ミューリーララが来た、太田キャッチです。横浜としたらすごくいい攻撃だったと思いますし、相手のミスのところからだったんですけれども、早い攻撃、そしてその早い攻撃についていって人数をかけてしっかりと上がってきた選手がシュートを打ち切る、こういったシーンを増やしていきたいところですよね。なるほど。こぼれたところ山崎、井上翔が、いや岩竹の対応です。騒然としています。ベンチの選手に対してレッドカード、ここは三田選手映っていますね。退席処分ということになりますかね。そうですね、今もうカードは出されているので、出されましたよね。そうですね。山根、坂本に出します。ポケットを取りに行こう。ワンタッチ、山根のクロス、ファーサイド、林のヘッドはさせませんでした。山下シュート、ポストか、太田触ってポストか、マテウス・モラエス、マルセロ・ヒアン、太田パンチング、平戸、まだある、井上潮ホイッスル、山根、クロスが入ってくる、ヘッドだ、6ポインター、先制したのは横浜 FC、 伊藤翔か、大事な大事な一戦、 J1 3年ぶりのゴールで、伊藤翔のゴールで横
横浜 FC 先制です。彼ヘディング得意なんですけれども、はい、もうしっかりとボールを見てゴールに流し込んでますよね。浮かせてその浅田の先パトリック落として外に出す一味ヘッド、クローダー線を崩した。浅田の J1 初ゴールで6ポインターで同点に追いついた京都サンガ FC です。浅田選手本当ヘディングすごく叩き込むではなく、はい、コースを狙う少しソフトに当てることでコースを狙った素晴らしいシュートにつながりましたよね。この相手がいる密集した地帯ではなく少しマイナスに上げることでこの一味選手の技術でしっかりコースを蹴れる技術というのが発揮されましたね。そうですね。クロスパトリックだ。逆転ゴールは至高のエース、やはりパトリック。サポーターと喜びを共にする87分のゴール。いや、パトリック選手しっかり自分のスペース取っといてるんですよね。はい、ここで今ファー中村選手がマークついてるんですけどここから前に入ってくるんですよ。この岩竹選手の前に入ることでしっかりと自分のどこにゴールを狙いに行くかっていうスペースを取っておいた中で平瀬選手からクロスなんですけれども素晴らしいボールから素晴らしいスペースを見つけてヘディングシュート。やっぱこれがパトリック選手の良さですよね。そうですね。全員がこちら側にいますがヘッド、太田のセーブだ。太田の指先には人生がこもっています。今シーズン J1 初出場を果たしたこの太田、大事な場面、セカンドボール坂本だ。そしてここでホイッスル、勝ち点6の価値のある6ポインター、勝ち点3をもぎ取ったのは京都サンガ FC、 今シーズン2度目の逆転勝利です。